猫背をやっつけてバストアップ、しかも肩こりも背中の痛みも消えるかも、そんなエクササイズ開発しちゃいました。その名も5個キラキラエクササイズ。なめてます。はい、こんにちは、シドニーの庄司です。お初の方は初めまして、オーストラリアシドニー在住の庄司と申します。よろしくお見知りおきください。だけど僕は見た目も喋り方も嘘っぽいですけれども、このエクササイズは本物です。本当にバストアップするし、胸が楽に張れます。あと肩こりだとか首の痛みだとか背中が気持ち悪いだとか、そういったものも改善すると思いますよ。しかもやり方さえ分かったら、もう多分エクササイズ自体は1分ぐらいしかかからないし、道具もスペースもいらないです。なので今もしかしてそういった症状で悩まされている方がいたら、今日の動画でステップバイステップでそのやり方をご紹介していきますんで、ぜひぜひ一緒にやってみてください。でも早速やりましょうか。ではちょっとだけ広めのところに来てください。もう普通に手を広げて当たらないぐらいのところで大丈夫です。つま先とつま先まっすぐ、足と足との間は拳2個分ぐらいかな、それぐらい開いてください。はい、この状態でいきますね。一つ目の動きはまずバンザーイするような感じ、バンザーイ、そこから肘をキュッと90度ぐらい曲げると、この上腕骨ですね、力こぶの骨があるところ、これ上腕骨って言うんですけれども、これがだいたい45度ぐらいかな、45度上がる感じ。そして肘は90度、手のひらは自分の方向を向けておきます。これこの動きですね、これ何をしたかというと、今胸、はい、肋骨皆さんあるでしょう、肋骨ここにあるやつありますかね、ないですかね、はい、ありますよね。これって現代人みんな下かち打ちになってるんですよ。もう長時間のパソコン作業とかずっとスマホ見るとかで、肋骨正しい形はここなのに、ここから下がってかつ内側に内旋しちゃうんですよ。こうなってしまうともちろんバストダウンだし、もう肩周りの筋肉全部引っ張られの動きが悪くなりのですね。なのでそれをリセットさせるために思いっきり上に上げた状態で90度こう開くんですよ。これをするだけでも下がっていた肋骨は上がるかつ開くと、はい、もうシンプルな動きですよね、これですね。はい、ここから動いていきます。最初の動きはちっちゃいですね。肘から先だけを外にねじるだけ、ここの状態からこうですね、外旋って言うんですよ、外に旋回するですね。この動きをこのポジションでやりますと、手のひら最初は自分の方向を向いていたのが、それを後ろを向けるような感じですね。はい、最大までねじってくる。これシンプルでしょう。これだけですね。ただし、これコツがあって、今日するエクササイズはですね、体の後ろ側でエクササイズをしてほしいんですよ。後ろ側ですね。耳を中心に体を前後にスパッと切るとしたら、今日のエクササイズは全て後ろ側で行ってほしいんですよ。はい、背中側ですね。というのもさっきも言いましたけれども、現代人全ての作業を腕を前にしてしすぎなんですよ。前にしてしすぎ、その結果脳みそや筋肉は腕は前にあるもんだっていうふうに誤認識しちゃうわけです。実際腕っていうのは肩甲骨ここから生えていますから、実際後ろなんですよ。肩甲骨ここに皆さんあるでしょ、こっちにあるっていう方はいないでしょ。なのにこういう作業が多いもんで、腕は前から生えているっていうような世界観で生きている人めっちゃ多いんですよ。でそういう方、肩こり持ってますよねわかります。なのでその世界観を作り変えましょう。腕は後ろから生えている、天使で言えば羽ですよっていう感じですね。なのでこういうエクササイズがめっちゃ大事になってくるんですよ。はい、ではまたエクササイズの話に戻って、上げて90度肘下ろした、ここから5回肘から先前腕の部分を外旋させます。1、2、3、4、5、はい、これだけ。その次、今上腕骨が45度上方向いてるでしょ、その次は地面に対して水平、はい、上腕骨が一直線地面に対して水平平行になるようにして、ここからまた同じことですね。前腕を
外旋、はい、これでおしまい。その次、上腕骨を斜め下45度。はい、この角度に持ってきます。はい、引き続き体の後ろ側ですよ。こうする動きじゃありませんからね。これしちゃうと全然意味ないですからね。体の後ろ、最大限まで今胸が張れています。胸骨、ここにあるペンダントが当たる骨、これを最大限まで前、上向けるためには、上腕骨を思いっきり後ろに持ってくること。これがめちゃめちゃ大事になってくるんですよ。まあ、これだけでもめっちゃ胸張れてますけどね。はい、この状態を覚えさせるために前腕をまた5回1、2、3、4、5。はい、最後ですね。次、上腕骨をこの状態、地面に対して垂直ですね。はい、こういうようなポジションを取ります。ここからまた5回1、2、3、4、5。はい、 OKOKOK。 今斜め45度上方を水平、斜め45度下方を地面に対して垂直まで行きましたね。そしたら反対の動きをしていきます。上がっていきます。はい、1、2、3、4、5。はい、90度。1、2、3、4、5。はい、45度上方。1、2、3、4、5。はい、 OKOK。 その状態からですね、両方の手を下ろしていきたいんですが、下ろす時に前に下ろしてほしくないんですよ。もう胸がせっかく開いているから、これを落とさないようにして、腕は後ろを通って、後ろを通って、後ろを通って、はい、ダラーン。はい、これだけ。はい、これで一つ目の動き終了です。いかがですか皆さん。胸めっちゃ腫れてるでしょ。しかも呼吸しやすっていう人めっちゃ多いと思うんですよ。はい、今までどれだけ肺が圧迫されていたんだっていう話でしょ。これね、すでにもうビフォーとアフターだいぶ大違いだと思うんですけれども、さらにあるんですよ。はい、僕変態なんでね、もうこういうこと考えさせたらもう本当にずっと一日中考えていますんでね、アホな変態なんですよね。なので五個キラキラエクササイズの上級バージョンがあるんですよ。せっかくなんでご紹介していきますね。はい、上級バージョンはさっきと同じような感じ。はい、バンザーイをしてキュッと90度曲げると、この状態から次、前腕を忘れてもらって、肘から先は忘れてもらって、上腕ですね、上腕の部分を動かしていきます。どういう風に動かすかというと、この状態から上腕骨を後ろに後ろに後ろに動かしていってほしいんですよ。はい、前から見るとこうこうこう、横から見るとこうこうこう。はい、そう、今皆さん見えると思うんですけれども、腕が後ろに行けば行くほど胸が前に行くんですよ。腕が後ろに行く、胸が前に張れると。はい、これを利用しているんですね。で、この時肩甲骨と肩甲骨の間の筋肉たち、最大に使われています。この筋肉たちって現代人めっちゃ弱いんですよ。激弱になっているんですね。なのできっちりとその辺の筋肉たちを筋トレさせてあげています。で、この筋肉たち、名前で言うとこの中部僧帽筋、下部僧帽筋、菱形筋ですね。その筋肉たちがきっちりと使えるようになった時に、こう上半身が猫背になっていたのをまっすぐにアップライトのポジションに維持&保持してくれる役割があるんですよ。これがやっぱり見た目良くしたい人は必須のトレーニングになってくるんですね。はい、見た目良くしたいでしょ皆さんも。続いていきますね。はい、最初は上方45度で上腕骨を後ろに動かしたじゃないですか。その次、同じことですね。地面に対して水平、この状態で上腕骨をまた後ろに1、2、3、4、5ですね。はい、 OKOK。 その次、下方45度ですね。下方向、ハの字になっていますよ。その状態で5回1、2、3、4、5。胸めっちゃ腫れますよね。はい、その次、両方の肘を自分の体にくっつけるような感じ。ここから1、2、
3、4、5ですね。はい、次上に向かって上がっていきます。1、2、3、4、5、はい、90度。1、2、3、4、5、はい、斜め45度。1、2、3、4、5、はい、 OK です。ここまで来たら腕を後ろ側を通ってゆっくり下ろしてくる。はい、今胸張れてます。その胸崩さないようにして、腕だけを力だらーんと抜いてみる。胸めちゃめちゃ腫れてるでしょ。気持ちいいでしょ。今のが五行キラキラエクササイズ上級バージョンでした。ならば今日ですね、せっかくなんで初級バージョン上級バージョン一緒にやりましょうか。最初初級、上から下、下から上までやって、その次連続で上級、上から下、下から上までやりましょうか。結構しんどいと思いますが、やったらおそらく胸めっちゃ腫れると思います。肺に空気も入るから気分も爽快、痛みもおそらく取れると思いますんで、一緒にやっていきましょう。無理なさらないでくださいね。よっしゃー、五行キラキラエクササイズ初級バージョン上級バージョン、皆さん一緒にやりましょう。いきます。はい、万歳から9。はい、いきます。まずは前腕動かします。5回。1、2、3、4、5。はい、地面に対して平行。1、2、3、4、5。はい、下方45度。1、2、3、4、5。はい、肘を体に近づけて。1、2、3、4、5。はい、上がっていきます。1、2、3、4、5。はい、地面に対して平行。1、2、3、4、5。斜め45度上方。1、2、3、4、5。続けていきますよ。はい、上腕骨を後ろ。1、2、3、4、5。はい、地面に対して水平。1、2、3、4、5。はい、45度下方。1、2、3、4、5。はい、地面に対して垂直。1、2、3、4、5。はい、上がっていきましょう。1、2、3、4、5。はい、頑張って。1、2、3、4、5。はい、最後。はい、胸張って。1、2、3、4の5。はい、OK。そのまま腕を後ろに下ろすとき、ちょっとキラキラキラーってさせて下ろしていってください。はい、あたかも後ろの5個、皆さんのオーラが後ろで光っていますよーって感じです。はい、これで腕、ダラーンって下ろして。はい、OK です。お疲れ様でした。いかがでしたか？気持ちよかったっしょ。めっちゃ良かったでしょう。今さっきやった肩こりどうなってますか？おそらくほとんど感じないっていう方多いと思うんですよ。で、胸張れているし気持ちいい、これはいいぞっていう方、ぜひぜひ日課にしてみてください。バランス&ボッシャー翔一チャンネルでは、かっこいい体の作り方、健康体のなり方、夢の叶え方、幸せな生き方に特化しています。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。以上になります。バストアップしたい方、胸板を厚くしたい方、肩こりが辛い方、猫背の方、呼吸が浅い方、もうぜひぜひこのエクササイズをやってみてください。そしてかっちょいい体になって自信ある人生を歩んでみてください。応援しております。しどりのセラピスト庄司でした。皆さん大好きです。ありがとうございます。さよなら。